大谷翔平さん、新たなスポンサーと契約。この度、ダンロップタイヤは大谷翔平選手とのグローバル広告出演契約を締結いたしました。夏タイヤと冬タイヤの二刀流であるシンクロウェザー、そして投手と打者の二刀流である大谷翔平選手のコラボにぜひご期待ください。大谷ってスポンサー収入だけで一平3回分くらいあるよな。案外お金にがめついのかな。一平に金パクられてせっかくの豪邸も観光地化で引っ越す羽目になったからや。もはや野球の収入よりスポンサー料の方が多くね。今年3月発表のスポンサー収入$6,500万、102億円。さらにスポンサー増えたからスポンサー収入アスリート世界一も目指せる。大坂なおみも一時期スポンサー料だけで80億も稼いでたからな。大谷見ててもスポンサーわからんけど広告効果あるんか。大谷の映像なんて基本好意的に見られるもののついでに映るものは当然好意的に受け取られるからな。広告効果は絶大。各業界で大谷の取り合いが起こってる。大谷の個人スポンサーを逃すと今度はドジャースと契約する。もうこの際だから全業種のスポンサー制覇してくれ。ハワイのトレーニング施設付き別荘とか、自費で雇った走塁コーチとか、稼いだ給をちゃんと自分の肉体を強化するために使うの俺は好きだよ。イチローだって数千万の機材自分で買ってたもんな。大谷球場どころか大谷タウンくらい作れそうやな。